どうもどうも、犬です。マリオメーカー2の実況をやっていきます。ですね、今日やるコースはこちらのコース。JD ウォーズ7ザ・トロール・アウェイケン V3。クリア率が 0.44%、トロールレベル、いわゆる初見殺しや、騙しのコースと言われてるやつですね。ちょっと今回は、このコースをやっていこうと思います。ザ・トロール・ウォーズ・コンティニューズ。なんたらかんちゃら書いてる。トロール・ウォーズっていうのがちょっとよくわかんないんですが、なんかそういう、なんだろう、対決か何かがあったんですかね。海外の、まあ日本では多分ないと思うんですけど、何かね、そういうトロールコースの中でもレベルの高いコースなのか、ちょっと期待をしてしまいますが、やってみましょう。とりあえずね。とりあえず開幕から気をつける。まあ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 、普通のスララやん。ああ、そっか。スララ何回も入ってくる。まあ、ジャンプでね、床を変化させてから入ると。まあ、言うほどではないか。まあ、ジャンプで。あれ今、なんだ何が起きた何が起きたというか、何も起きなかったというか。あれなんだなんでボタン押さんのあいつ。どういう仕組みだ。なぜかわからないが、ジャンプは反応してんだけどね。なんでやろう。とにかく作動しないと。で、こいつは横ドッスンが迫って、ジャンプしたら迫ってきて多分潰される。けど、さらに上まで追っかけてくる可能性がある、あのブロックが。一気にかけなきゃいけないか。あれ？うわー、なかなか裏をかいてくる。待って、ここ何もしなくていいってことや。よし。そうか、なかなか心理の逆をついてくる。あのドッスンは普通に考えたら、ああ作動しない。このコインは何だろう？目印なんか。反応したね。コインのところで、まあ、これはさすがに普通に行くしかないよな。コインのところに行くと反応する。あいつ横出すんだ。あ、折ってった。これは、これ無理じゃない？リリリリリリ。これさ、よくよく見たら、カートのノコノコがめっちゃ寝てる。これを奪って、この矢印、右左手やればいいのか。やーおいー、これはただの操作ミスでーす。これ乗って、これで左右で耐えれんの面白いな、これ。で、これで行けばいいのか。って、うわーいー。やろう。あいつ、ちょっと。ちゃんと、まずはちゃんと上に乗ろう。ちゃんと上に乗って、はい。おー。なんだこの意味ありげな。これで透明度感入ったら勝手に切り替わって死ぬパターンだから先に切り替えておくのが正解なのか。なんもないやんけ。心理戦というやつか。くそ、何もしなくても勝手に死ぬという。おお、どっすん。え？で、どっすん、すぐ降りろって。このが。おっと、やばいやつよ。そう簡単にね。あれ？うわ、中間。うわ、戻れないじゃん、これ。やーろー。くそー。この、反応が良すぎたがために引っかかっちゃったなんちゃってで、待って、ここで何もせずに待つのか。待っていればいいのか。よし。あれ、これはさすがに平気なのか。てれてて、んん、しゃがんでて平気。何これ、
何、後ろでしゃがんでたら足場が落ちて死ぬ的な、そういう感じ。おいおい、トロールコースとか言って甘いんじゃないのか。そんな初見でも分かるようなもんでさ、なんだよん。ふう、何があった、さっきはこれで解除するのか。よし、よし、まあね、そんなね。あ、なんでここそんな素直に登っちゃったんだろう。そりゃなんか出てくるんだよ、これ。てっぺんにいた。え、ここは疑うべきだった。よし。あ、こっから登ることはできないのか。てっぺんまで行くとフラワー出ちゃうからね。この辺から飛び移る。ピリッ。なんだろうな、これ。意味ありげな。大丈夫なのか、大丈夫なのか。あー、これは箱を向こうに投げてってことやな。えっ、そらそうか、猫だからな。 Y を押したら引っかきが出ちゃうんだよ、これ。でもうこの時点で Y ボタンを押しっぱの状態でいく。なるほど、暴発まで考慮してんのか。なかなか考えているようだが、なんだ今の。いやー、もう一瞬考えてたらなんか、これでも一瞬こいつ左に来た時に踏みつけたら落っことして進めるんじゃない。あー、なっちゃー。これさ、でもよくよく考えたらさ、別に急がんでも下から行けるっていう。さっきそんな悩まなくてもよかったな。おい、これ大丈夫か。いや、でも同じことを二度やってくるかね。すぐ下がろう、すぐ下がろう。あ、スターじゃん。あれ、ここに来てゴールか、終わりかな。おわいー。待ってよ、この後が、こんな古典的な罠にやられるとは。これ、無敵切れる。これはもともと食らって進むようになってんのかな。ん？お？あれなんだろう。あのハテナブロック、めっちゃ無視してたけどさ。え？あれを取るために立ち止まろうとしたら突き落とされる的な。何も考えないで進んで回避したな今。この矢印の通りには、おーい、ちょっと疑ってかかってよ今回は。矢印通りにこのトロールレベルがそんな素直に動くわけがないと思ったよ、このブロック。まあ、中間が取れたんでね、これでまた、少し安心なところだ。これは何なんだろうな。あの下行っていいのか。あ、キノコ。まあ、でもそうなるとここ行くしかない。おー、いいやん。で、これで、ここ入ると下行くから上に行くでいいのか。あ、あ、お、あれ、あ、なんか、うわ、めっちゃこれ作動しまくって、こっちは行き止まりやん。くー、そっか、そこにスイッチあるもんな。ということは普通に進めばよかったんだ。なるほど、真理の裏をついてくる。ここは普通に進めばいい。これ動いてたよね、さっきオンオフしてたよね、なんか通ったらオンオフしてたはずなので、今度はトゲを出した状態で行った方がいいよな、さすがに。いい、なんで作動しないん。ほら、ここ作動してんだよ。でも低い位置だからあいつ反応しないのか。
さ、長いスネークブロック。うぃ、スネークブロックすぐ落ちるんすか。先入観には気をつけろ。こいつはすぐ落ちる。よし。これは幅跳びで行くしかないが。これ罠とか関係なしにさ、幅跳びであいつ踏もうとしたら踏むの失敗して死ぬパターンが。罠とか関係なしに。おお、よしよし、大丈夫だった。まあ、とりあえずこれを、投げてみるか。おお、いったぞ。これは、甲羅を持っていった方がいいだろう。念のために。念のために持っていきましょう。あ！おわ！何それ？あ！あ、刺した。なんそのじわじわ殴り殺しにするみたいな。人思いに一発のワープで殺してくれよ。これさ、さっき鍵手に入ったから、そのまま進んじゃったけど、上調べてないんだよな。一応調べとくか、これ。うわ、いらない。いらなかった。んで、ドアじゃない。すぐ右に行く。いいんかな？まあ、なんもないわな。まあまあ、これで甲羅を持ってきてなかったらあれが取れないと。いや、でもなんか怖いよね。大丈夫なのかな？あれ？鍵谷に入った。何これ？不具合？不具合っすか？まさかの不具合。これもう一回戻ったらまた手に入る的な。そういうのある。ん？一個しか手に入らんのか。まあいいや。でもこれで、取って鍵二個に、ないと鍵が足りなくなる的な。おい、違った、全然違った。これがじゃあ後ろを回って取るのが正規なのか。なんか攻略の順番がややおかしい。よし、でこれでこのまま進めばいいんだ。これはさすがに甲羅はここで使えってことだよな。あぶね。でちゃんと持ってくからね、これ甲羅。オーラは。投げてパックンを倒す。これ当たんのか？上にいるけどね、パックン。当たらない。まさか。戻れないしな。え、これ。うわぁ、入ったら、トゲ引っ込むのか。なるほど。じゃあ、これは普通にそのまま入って。でパックン倒すと鍵が手に入る。引っ込んだところで行かなきゃダメだね、これは。よし。ふう。でどうすんだ。おっと、待って。あ、しゃがんでもダメだった。でこれドア入った瞬間にキラーが来るから、速攻で逃げろ、速攻逃げろ的な。ん？あれ、ゴールある。うわ、なんか嫌な予感が、嫌な予感がします。嫌な予感がします。うーら、ダメやんけ。これ、ん？ん？これなんか見たことあんな。うわ、ここか。うわ、これ見たことあるわ。ここ来たよ。どうだろうな。すぐ右に逃げるけど、一番右に行っちゃいかんみたいな。ちょ、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 助け。よー。よし。来たー。よかった。よーし。ゆっくりやだ。いいねー。なんかもう、
心理戦って感じがしたな。まあ単純なね、初見殺し、その隠しブロックでポンって落っことすとか、そういうんじゃなくて、かなり、ねえ、その、なんだろう、心理戦だよ、もう、これは。スタンプ、なんだ、気をつけてスタンプ、こんなん初めて押すな、これ押しとくか。気をつけて。どういう罠があるのか。いやー、もうね、逆に疑ってかかったら何もなくて勝手に自殺するみたいな、そんなのもあったけど。いや、面白いですね。面白い構図でしたね。なんか、どこまでマリオとか残機のあるルールだったら、ちょっとこれはさすがに嫌だけど、普通に1個のコースとして遊ぶ分には、面白いコースでしたね。はい。またちょっとやっていきたいですね、こういうのも。そんな感じで終わります。ありがとうございました。